フィッカデンティ監督退任。皆さんこんにちは、カリアです。今回はグランパスの監督について話します。本日衝撃的なニュースが飛び込んできました。マッシモ・フィッカデンティ監督電撃退任、後任に長谷川健太氏が就任。遡ることおよそ1週間前、最終節後のセレモニーで来季の続投を希望していたフィッカデンティ監督、ここに来てドタバタの退任劇となりました。今年グランパスはルヴァンカップ初優勝を果たしたものの、メンバーの固定化や先制されると勝てないなど弱点が明確で、フィッカデンティ監督の続投に賛否両論あったのは事実。ただタイトルを獲得したということもあり、個人的にはもう1年見てもよかったのではと思います。後任の長谷川健太監督、現役時代は清水エスパルスでフォワードとして活躍。2005年に清水の監督に就任し、 J リーグクラブでの監督となっています。2013年に当時 J2 のガンバ大阪の監督に就任した後、2014年には国内3冠を達成するなど成績を残しています。今季途中まで監督を務めた FC 東京でも2020年にルヴァンカップ優勝を果たしています。基本的な戦術は堅守速攻、アグレッシブスピーディーなダッシュと速攻プレス&ラッシュが特徴な監督です。堅守という点に関してはフィッカデンティ監督と近いものがあるのかなと思います。個人的にはガンバ大阪の監督のイメージが強いですが、グランパスでもその手腕を発揮してほしいところですね。また2019年途中からグランパスを上位争いするまでのチームに立て直してくれたフィッカデンティ監督には本当に感謝しています。こんなドタバタの退任劇という残念な結果になってしまったのは悔やまれますが、今後の指導歴がいいものであることを願っています。お疲れ様でした。ということで今回はグランパスの監督について話をしました。今後もグランパスの動画を投稿していきますので見てもらえると嬉しいです。この動画が良ければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。